ホーム及び湖泉橋板川駅は、栃木県鹿沼市番ににある、東武鉄道日光線の駅である。駅番号は、TN20。島式ホーム1面2線を有する地上駅。かつては外側に通過線があり、優等列車を退避することが可能な構造であり、下り退避線から上り退避線に入線することも可能であったが、2006年に、 ホーム有効庁を4両編成対応から6両編成対応に延伸する際に対比線を埋める形で延伸したため、ホームの福音はかなり広い。また、東部日光よりの上り対比線には引っ込め線があった。駅舎は線路の東側にあり、ホームとは古線橋により連絡している。東部日光駅管区新加沼駅管理で日中のみ、駅員が配置されるが、 2020年6月22日より休止されている。2012年以前は自動券売機が設置されていたが、現在は撤去されており、切符は駅員から直接購入し、入場券は後券で販売されていた。現在は窓口営業時間外同様に乗降者駅、証明書を取り車称から購入するか、着駅で生産する。トイレは改札内に、 男女別の推薦式便所が設置されているが、かつて使用されていた、改札外から入る構造の男女共用の組み取り、式便所は閉鎖されているものの、構造の関係で撤去されずに残存している。2020年度の1日平均乗降人員は64人である。近年の一日平均乗降人員の推移は、下記の通り、伊にから、下、小城間の築定を行く六千五十系。 区間開始速駅は、鹿沼市板賀地区の中心から南に外れた位置にあり、周辺に民家はまばらである。駅前の県、道板に多摩田線を 2km ほど北上すると、板に地区の中心部に至る。このほか、1984年に、東京、足立区が、鹿沼野外レクリエーションセンターを開設したが、利用客の減少などで2012年3月をもって閉鎖した。 駅前を通る県道に、東武板に駅前停留所があり、鹿沼市民バス将来川森崎線が運行されている。ありがとうございます。